はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれということでですね、なんとですね、台湾が、日本と仲の良いはずの台湾がですね、安倍元首相に対して怒りを燃やしています。激怒しています。台湾国民がですね、安倍さんに対して怒っているというお話なんですよ。でね、これね、間違いのない事実です。間違いのない事実なんです。はい、なんでこんなことになってしまったのかというのがですね、今日のお話でございます。で、これに関してはですね、中国問題、台湾問題に極めて詳しいですね、遠藤誉さんがですね、記事を書いておられました。ので、これをですね、ちょっと丁寧に読んでいこうかなと思ってます。うん。でですね、やっぱりですね、どんなに仲がいい国同士もでもですね、国が違えば、やっぱりね、どこかに必ずいさかいっていうのがあるんですよね。それは日本と台湾でもですね、やっぱり例外ではないんですよね。そう、尖閣諸島なんです。前からですね、僕動画の中でたくさん言ってきました。尖閣諸島っていうのは間違いなく日本のものであると僕も思っています。しかし台湾もですね、尖閣諸島は台湾のものであるというふうに主張しているんですよ。今回ね、安倍さんのですね、スピーチというのはそこに触れてしまったんですね。だからですね、台湾の方が許さないという状況になっているんですね。で、一体ね、台湾の方々っていうのはいつからどのような経緯で尖閣諸島は台湾のものであると言い始めたのか、やっぱりこのあたりを知っておかないとですね、今後日本というのはですね、日本と台湾というのはどんどん関係をですね、強くしていかなければならない状況にありますよね。そう、中国共産党です。中国共産党のですね、覇権拡大がですね、続いていてですね、やっぱり一番被害を食らっているのは日本と台湾なんですよ。だからこそ日本と台湾というのは、手をつないでですね、中国共産党のこの覇権拡大にですね、増大に対してですね、やっぱり立ち向かっていかなければならないと思っています。そのためにはですね、この台湾という国をやっぱり知っておかなければならない。うん。酸いも甘いもね、厳しい部分もいい部分もやっぱり知っておかなければならない。台湾と日本の関係で一番厳しい部分というのは実はこの尖閣諸島なんですよね。うん。よりによって尖閣やよという形なんだけれども、なのでこれを全く知らないでですね、今後関係を深くしていった時にですね、初めて知ってうろたえるということがないようにですね、今のうちからちゃんと知っておきましょう。僕もですね、動画の中でちょこちょこと情報は出してきましたけれども、今回遠藤さんがめちゃめちゃ詳しく説明してくれてるので、これを読んでいきたいなと思います。でね、安倍さん一体何で叩かれたのかっていうところなんだけれども、これなんですよ。これ前僕も動画でめっちゃ大きく取り上げたんだけれども、台湾とのですね、シンポジウムの中でですね、台湾有事は日本有事であると安倍さんがはっきりおっしゃったことありましたよね。うん。習近平に対しての警告って僕は動画を作った動画ですよ。うん。習近平よと、台湾有事を引き起こすということは、日本を敵に回すということであると。日本を敵に回すということはですね、日米同盟を、つまりアメリカも敵に回すということであると、日米同盟を舐めるなよ、習近平ということでですね、はっきりね、安倍さんが言ってくれたじゃないですか。ね。で、日本ではですね、これね、わっしょいわっしょい状態になったんだけれども、やっぱ中国は当然これね、ガチ切れするわけですよね。はい。安倍元首相のですね、台湾有事は日本有事発言をですね、中国が再度批判という形でですね、ドタマ勝ち割るぞ、この野郎と中国ぶち切れてましたよね。うん。だから、まあ、中国共産党にですね、ドタマ勝ち割るぞと言われることこそがですね、西側諸国の証であるという形で私は喜んでおりました。ね。日本国民もまあ喜んではいましたよね。で、安倍さんもですね、これに関しては喜んでいたんですよね。いやー、ね、安倍さん、これね、なかなかやっぱり肝が据わってますよね、安倍さんでね。うん。安倍さんはですね、中国の抗議に対して、いやー、対話大変光栄でございますわーという形でですね、まさかですね、大きな大国中国のですね、その政府がですね、わざわざ一議員に過ぎないこの私に対してですね、文句を垂れてくると、うん、頭から血を流すだろうとか言って、頭をかち割るぞなんて言ってくるということはですね、いやー、逆にですね、大変光栄でございますわーとか言ってですね、その肝の太いところをですね、我々国民に見せつけてくれてですね、これを見てまた日本国民ですね、やっぱり安倍さんは最高だってなったわけなんですけれども、でもね、台湾は一体この発言に関して、何をコメントしているのかという記事、確かなかったじゃないですか。ね、なかったんですよ。僕もね、探してたんだけど、なんかないんですよね。で、いろいろ見ていたら見つけたのがこの遠藤誉さんの記事で、実は台湾は怒っているというようなお話でございます。というわけでこれ読んでいきましょうか。うん。なぜ台湾は怒っているのか、そして、台湾が主張しているですね、尖閣諸島は台湾の領土であるというこの主張、一体どういう経緯でいつから始まったのか、このあたりをですね、やっぱり詳しく知った上でですね、とはいえですね、やっぱり中国共産党に一緒に立ち向かっていかなければならない台湾とですね、手を取り合っていこうじゃないかというようなお話でございます。いきますね。安倍元首相オンライン演説を、台湾はなぜ歓迎しないのだろうかというお話でございます。12月の1日、安倍元首相は台湾で開かれたフォーラムにオンラインで参加をし講演をしました。しかし台湾ではあまり報道されず、むしろなんとですね、批判が目立っていたと。うん、で、台湾がですね、この台湾の領土と位置づけている尖閣をですね、日本の領土だと安倍さんが主張したからなんですよね。でもしかし、まあ安倍さんもですね、これ主張せずにはいられませんからね。うん、もうここはあえて安倍さんとしては触れに行ったのかもしれませんね。で、安倍元首相のですね、講演を報道しないようにする台湾という形で、台湾のですね、この対応かなり苛烈だったんですよ。12月の1日の午前中、台湾の民間シンクタンク、国策研究院で、安倍元首相はですね、新時代の日台関係というタイトルで基調講演を行いました。日本ではですね、安倍さんがですね、台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもあると言ったとしてですね、非常に大きく取り上げられ、手柄として礼賛されています。僕なんかはですね、さすが安倍さんだって大騒ぎしてましたよね。ところがですね、肝心の韓国では、あ、韓国じゃない、肝心のですね、台湾ではですね、これね、報道しないようにしているだけではなく、むしろなんと批判が目立つそうでございます。まずはですね、これ報道しないようにしている証拠として、台湾政府、中華民国の外交部のウェブサイトをご紹介しようと、ここに書いてあるですね、その日その日、主たる出来事はですね、毎日こうアップデートされているんですね。だから日にちが経つとですね、前のページをめくらなければならなくなると、その面倒を省くため、12月1日前後のですね、外交部ウェブサイト画面をですね、キャプチャーして、以下に示すという形で、これ遠藤さんが示してくれてるんですけれども、これね、要するにですね、日々ですね、台湾が外交でですね、あった主なことをですね、こうやって日記のような形で書いてくれてるんですよ。そしてね、その中にはですね、なんと安倍さんのこのですね、講演、基調講演のですね、情報がないんですよ。外交部もですね、この安倍さんの基調講演があったことを隠しているんですよ。そのくらいですね、この尖閣っていうのはですね、台湾の、なんだろう、金銭に触れるようなお話だったっていうことなんですよね。で、12月の1日にはですね、3つの行事が書いてあります。下から順に書くと、外交部はオランダ会員が1日で2つの友好同義を可決したことを歓迎し、感謝をすると。そして中華民国政府、つまり台湾政府はですね、友好国であるホンジュラス共和国の大統領選挙の成功にですね、祝意を示すと。はい。でですね、この外交部長がですね、オーストラリア人報の取材を受けて、オーストラリアのですね、地域平和への関心と台湾への支援に感謝を表明したと。正直大事なニュースではあるんだろうけれども、これ安倍さんがですね、台湾有事は日本有事であるという語ったっていうあの内容と比べたらですね、小粒なニュースじゃないですか。にもかかわらず安倍さんの記事がやっぱり載ってないっていうのはやっぱりおかしいよね。こうした他国で起きたことや取材を受けた程度のことをですね、重要項目として書いているのに、安倍さんの講演についてはですね、一言も触れていないんですよね。はい。11月の25日や26日には、アメリカ議員会員のですね、マーク・タカノ氏というですね、一議員のですね、訪台に関してまで、2日にわたって書いているんだけれども、日本の総理大臣だった安倍氏に関する記述がなんと全くないと。念のためにですね、12月2日の出来事もチェックをしてみたらしいんですけれども、安倍さんの名前はやっぱり見当たらないと。はい。台湾政府側のですね、表明としては唯一、台湾外交部の報道官が記者会見で、台湾は国際的な政界の要人が台湾の平和安定の重要性に関心を持ってくれたことを感謝すると述べたのみで、これはまあ安倍さんのことなんですよね。しかもですね、各国の要人が民間の学術フォーラムで発表した個人的見解に関して外交部はコメントをしないとまで付け加えていると。この件に関しては外交部としてはもう触れたくないという話なんだよね。もちろんですね、安倍晋三という名前はここでも出していないと。逆に安倍晋三という名前を出さなかったことでですね、まあ安倍さんへの配慮というのはちょっと一定伺えるのかなと思っています。はい。で、台湾はですね、なぜ安倍氏を軽視したんでしょうか。なぜ安倍氏がですね、このような扱いを受けるのかに関して、本来であれば日本は強い関心を示さなければならないんだけれども、この実態を報道する日本メディアは、この筆者が知る限りではですね、一つもないように思われます。この後、この時点では一つもなかったんだけど、この後になってですね、一個だけ出てきたんです。これも僕は見つけてるんだけれども、やっぱりね、遠藤さんの方が全然内容としては深いんで、こっちを読んでます。はい。日本ではですね、一斉に口を揃えて安倍さんが演説で、台湾有事は日本有事であって日米同盟の有事であるといったことや、習近平をですね、名指しで批判したこと、あるいはですね、中国大陸の外交部が激しく抗議をした、頭をかち割るぞといったことですね、などだけを報道していると。ところがですね、現実は全く異なっているんだと。例えばですね、これ台湾野党のですね、国民党は安倍氏の講演に関して許せないと抗議をしているのであると。それはなぜ許せないんでしょうか。それはですね、安倍さんがですね、尖閣諸島などを日本の領土だと言ったからなんです。ね、ついにここからいきますよ。はい。台湾ではですね、尖閣諸島などをですね、魚釣り隊列橋です、いいんですかね、と称しているが、これをですね、中華民国の領土、つまり、台湾の領土だと宣言をしていることはですね、国民党だろうと民進党、つまり台湾の与党、蔡英文さんのところですよ、民進党だろうと変わらないんですと。台湾はですね、中華民国として、尖閣諸島などを中華民国、つまり台湾の領土だと強く主張しているんですよね。したがってですね、国民党はですね、安倍さんの講演が終わるとすぐに、に台湾の外交部に、領土主権への侵犯は絶対に認めることができないと、強い抗議を表明したのであると、政権与党のですね、民進党政権としても同じことであると。ね、これ、蔡英文さんの立ち位置としてもやっぱり同じことなんだよね。安倍氏のですね、講演を肯定などしてしまうとですね、台湾全市民の抗議を受けて政権交代するところにまだ追い込まれる可能性があるんです。だからですね、安倍晋三の名前を全て消して、彼の講演に関してもですね、なかったことにするしかないんですよね。これをですね、逆に安倍さんの名前を持ち上げてですね、大批判をしたらですね、これね、台湾と日本というのは中国共産党に対してこう手を組んでいかなければならないのに、ね、この台湾の側からですね、その関係を壊してしまうことになりかねないので、だからある意味ですね、日本とか安倍さんへの配慮でですね、安倍さんの名前を消したということがあるんですよ。この辺はまあ大人の対応ですよね。で、これがね、もしね、韓国だったらどうなると思います？韓国だったらですね、もう後先考えずに安倍さんの名前を出してですね、そしてこの講演の内容をですね、思いっきりぶち上げてですね、日本批判をして、そしてなんかもうどんどん日韓関係がおかしくなっていくっていう状況になるじゃないですか。やっぱね、台湾はですね、したたかで賢いんだよね。こういうしたたかで賢いんだっていうところもですね、肯定的に僕たちは見なきゃいけないし、逆にね、否定的に注意をしておかなければならない部分でもありますよね。はい。まあ、国が違えばですね、やっぱいさかいは何回も言いますけど、あります。いさかいはあるんです。その辺をですね、上手にさばきながら、うまく飲み込んで、台湾との関係をですね、築いていきたいよね。で、安倍氏の講演の実際の言葉、そう、安倍さんは何と語ったのかというところですよね。ではですね、安倍氏は実際に何と語ったのか、はい。以下に示すのはですね、動画の、そのね、安倍さんの講演の動画があるらしいんですよ。でね、安倍さんのですね、スピーチの14分38秒から17分15秒の間のですね、スピーチをですね、筆者が書き起こしてもらう、遠藤さんが書き起こしてくれてます。で、安倍さんの発音は、割合に聞き取りにくいと、不正確な文字起こしがあった時にはお許しを願いたいという一文ございます。はい、ここからはですね、安倍さんの言葉ですよ。いきますよ。台湾の周辺には、と言いますと、これは尖閣諸島、先島、与那国島など、日本の領土、領海にはと言っても同じことですが、空から海上、海中から中国はあらゆる種類の軍事的挑発を続けていくことも予測しておかなければなりません。では、日本と台湾はどうするべきなんでしょうか。台湾が取るべき政策に関して何かを言うつもりはございません。ここでは1点、自由と民主主義、人権と法の支配という普遍的価値のですね、旗を高く掲げて、世界中の人からよく見えるよう、その旗をはためかせる必要があると。台湾はですね、中国とは違って民主主義の国であるということを世界に発信していってくださいねということは、安倍さんはおっしゃったわけですね。とだけ申し上げますと、日本と台湾共に進みましょう。民主主義は、人のこの自発的なコミットメントを求める制度です。上から権力づくで強制するものではありません。民主主義はだから強い。私はそう考えます。次にですね、中国にどう自制を求めるべきか、そこをお話しいたしますと、私は総理大臣として習近平主席と会うたびごとに尖閣諸島を防衛する日本の意思を見誤らないようにとも言いました。その意思はですね、確固たるものであるとも明確に伝えました。尖閣諸島や先島、与那国島などは台湾からものの100キロ程度しか離れていません。台湾への武力侵攻は地理的、空間的に関わらず、日本の国土に対する重大な危険を引き起こさずにはいられません。台湾有事、それは日本有事です。すなわち、日米同盟の有事でもあります。本点のですね、認識を北京の人々は、とりわけ習近平国家主席は断じて見誤るべきではありませんと。はい。こういう方を安倍さんは言ってくれたわけですね。安倍氏はですね、この3カ所ほどにわたってですね、尖閣諸島などは日本国の領土であると明言者に等しい内容のことを言ってるんです。ここにですね、台湾の国民の方がですね、ちょっと怒っちゃったっていう話だね。うん。で、海路の密談と尖閣諸島の領有権に関してと、この遠藤さんのですね、書籍でですね、チャイナギャップや完全読解、中国外交戦略の狙いなどで小説したように、1941年11月の23日から25日にかけてですね、当時のアメリカ大統領のルーズベルトと、中華民国の主席のですね、蒋介石さんですね、は海路で密談を行いました。これはなかなか有名だよね。この時ですね、ルーズベルトは蒋介石にアメリカと共に日本を爆撃することに協力をすれば、日本を敗戦に追いやった後に、琉球群島、つまり沖縄県をですね、帰国にあなたの国にあげようと誘い込んだんだけれども、蒋介石はその申し出を断っていると。ね、これ、蒋介石がですね、この申し出を受けていたらですね、沖縄は実は台湾領土だった。なんていうこともね、考えられるんだよ。うん。びっくりでしょ。この事実はですね、秘密にされていたのだが、当時の部下のですね、外交部長によってばらされてしまい、周辺の知るところになってしまったと。ところがですね、1969年に国連の、ECAFE、がですね、これアジア極東経済委員会ですね、が尖閣諸島など東シナ海に海底油田や天然ガスが眠っているようだと報告をすると、在米の台湾留学生がですね、尖閣諸島に関する台湾の領有権を主張してデモを起こし始めました。というのはですね、中華人民共和国、つまり中国がですね、中華民国、つまり台湾に代わってですね、国連に加盟しようと当時動き始めていたんですね。毛沢東はですね、建国以来、尖閣諸島の領有権は日本にあると主張していたのに、海底油田や天然ガスがあることを知るとですね、中国は突如、この尖閣諸島はですね、中国のものだと主張するようになりました。だからですね、在米の台湾留学生たちは、介石が無能だからこのようなことになるんだと。介石があの時にですね、ルーズベルトの誘いを受けておけばですね、今頃、尖閣諸島はおろか、沖縄すらですね、台湾の領土だったのにというお話でですね、怒っちゃったということなんですよ。そして、抗議のデモを始めたんですよね。このですね、実態を調べるために、私は何度も行っているサンフランシスコに再び行ってですね、当時のデモ参加者の記録を入手して、かつ、スタンフォード大学フーバー研究所にある介石直筆のですね、日記で当時の記録を確認しているので、これは聞き間違いのない、事実であると。はい。そして、1970年代に入るとですね、介石の体力はかなり弱ってきたので、息子のですね、小慶国がですね、介石に代わって、尖閣諸島は中華民国、つまり台湾のものだと主張するようになりました。そこでですね、アメリカは沖縄返還にあたって、領有権に関してはアメリカは関わらない。当事者同士で話し合って解決してくれと、匙を投げてしまったの。まあ、めんどくさかったんだろうね。このことはね、2015年の4月29日のコラムで書いてあるそうです。はい。以来ですね、台湾ではですね、尖閣諸島の領有権は台湾にあると強く主張するようになっております。しかし、大変残念なことにですね、日本のマスコミや中国の研究者、あるいは国際政治学者、さらにはですね、元外交官までが、安倍氏が台湾に対して饒舌のような講演をすることは、中華民国、つまり台湾のですね、領土主権を侵犯する言葉を発したのに等しくですね、台湾を侮辱したに等しいという認識をですね、持つことができないままでいるんですよね。この認識っていうのはね、僕たちも今後台湾と仲良くなっていくためには、逆にもっと置かなければならない感覚ですよね。で、真相を見極める見識の欠如は、日本を誤った道へと進ませることに気がつかなければならないと。尖閣諸島がですね、日本の領土であることに疑いの余地はないけれども、台湾をですね、友好国地域として味方につけたければ、最低限この文章で論じた基礎知識くらいは持たなければならないだろうというお話でございます。僕はね、とっても勉強になりましたよ、この文章。うん、なるほどね。あ、そういう経緯があったのかと。ね、このルーズベルトの誘いに介石が乗っていたら、なんと沖縄まで含めてですね、台湾のものになっていた危険性があったんですよね。そういう、まあ歴史って面白いね。世界史って面白いよね。いろんなことがあるんだね。ということでですね、これね、今後ですね、冒頭言いましたけれども、台湾と日本というのはこれからもどんどん協力関係を強めていかなければなりません。中国共産党がですね、軍拡をしてですね、覇権拡大どんしてきていて、日本と台湾はもう侵略のですね、なんだろう、明らかにターゲットになっているんですよね。だからこそ日本と台湾というのは手を取り合ってですね、中国共産党に対抗していかなければならないんだけれども、その仲がいいはずの日本と台湾ですらですね、やっぱり国が違えばですね、どこかにいさかいはあるんです。日本と台湾で言えば、尖閣諸島でございます。こういういさかいがあるんだけれども、これをですね、うまくさばいて上手に飲み込んで、ね、台湾と仲良くなって中国共産党を抑えていけたらいいですね。ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。